ガブリエル・アプリンは、イギリスの歌手、シンガーソングライター、ウィルトシャー・サットンベンガーで生まれた、リッチモンド在住。11歳の時に、両親よりギターをプレゼントされ、それが音楽を始めるきっかけとなった。ジョニー・ミッチェルや、ブルース・スプリングスティーンを聴き、彼らの音楽に影響を受けた。後にシティオブ、バース・カレッジに進学し音楽を本格的に学ぶ、ボブ・ディラン。 レナード公演、ザナショナルなどを敬愛している。好きな邦画として、千と千尋の神隠しや、隣のトトロを挙げている。自身のオリジナル曲、ホームや、ケイティ・ペリーの、ティーン・ウェイジ・ドリーム、シーロー・グリーンの、フォーゲット・ユーなどの曲をカバーし、その様子を撮影した動画を YouTube にアップロードする、ことで知名度を上げていた。2010年9月13日に、 自身初となる5曲入りのアコースティック EP を iTunes ストアでリリースし、イギリスの iTunes ストアアルバムチャートで25位を記録した。このアルバムは自身で立ち上げたレーベル Never Fade r e c s からリリースしたものであったが、2012年にパールフォンと契約を結び、メジャーデビューをすることになる。その年の冬にフランキーゴーズ・トゥ・ハリウッドのザパワーオブラブをカバーし、 ジョン・ルイスの CM 曲として起用される。この曲が全英シングルチャートで1位となったことにより、多くの人々にガブリエル・アプリンの名を知られるところとなった。2013年5月13日にメジャーファーストアルバムとなるイングリッシュ・レインをリリースし、全英アルバムチャートで2位となった。2014年公開の映画、黒出自主題歌、スルーザ・エイジージズでボーカルを務めた。これは、 同作主演の水島博の希望で実現した。同主題歌の作詞、作曲は綾香2015年9月18日にセカンドアルバム、Light Up The Dark をリリース。その後、再び自身のレーベルに拠点を移す。2020年1月17日にサードアルバム、Dear Happy をリリース。ありがとうございます。